ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、とりあえず残りの、なんだ?ローンを返済するために、ミランダさんこんなところまで。残りのローンを返済するために、ちょっと私はお金稼ぎをしたいんだけど、まあ一番最初にできるお金稼ぎとしては、あれだね。海岸に落ちてる貝殻を拾うか、村に生えてる木をゆすって、果物を売り飛ばすか、のどっちかって感じやね。で、村に生えてる木、村の特産品、このオレンジとかは1個100円で売れるらしいけん。よいしょ、とりあえず貝殻拾ってく?なんか、村に落ちてる貝殻、あ、なんかサンゴがさ、結構高いんじゃなかったっけ?確か。よいしょ。サンゴは確か高い方に入っとったはず。で、なんかこう、村に落ちとる貝殻の中にも、すごい高額で売れるやつもあるらしくって。なんかそういうのをね、見つけて、売りさばいていきたいと。そして、まあ、ローンを支払っていくと。あれ、高額ではないんかな?サンゴめっちゃ落ちとるね。ということは違うような気がする。てか、果物になる木多くない?ねえ、なんかめっちゃ生えとるよね。こんなに果物なってますかねってぐらい。とりあえずちょっとどんどん、いろいろなものを見つけて、私は売りさばいていこうと思うよ。まあ、でも落ちとるものとかなっとるものだけで全てを返済するのは無理かなって思うけん。とりあえずは、道具をゲットすることかな。虫がいっぱいおるけん、虫取り網とか欲しいよね。さあ、とりあえず、今拾った貝殻たちを、売りさばきます。いらっしゃいませ。どうぞどうぞご自由に、ご覧になってらのも。はいはい、どんなご用だのも?売りたいの。何を売りたいんだもん?あ、結構いっぱい。もう結構いっぱいになっとんやね。んー、じゃあ、サンドダラー。サンドダラーはいくらになるんだ?とりあえずこの3つを売ると、180ベル。ってことは、60ベルってことはいいか、1個。はい、売ります。そして、他の、この宝貝。宝貝、名前だけはあれなんやけどね。あ、サンドダラ、ここにもあった。サンドダラ3つ。じゃなかった。宝貝3つ。これは30ベルか、安いな安いなあ、カタログあるんやね。え、じゃあこの、んー、エビス貝は、なんか良さげじゃない?名前的に。90ベル。サンゴはいくらですか?はい。サンゴ。おっと。サンゴ3つ。あ、ほらほらほら、やっぱりサンゴは結構いい感じの値段で売れるんよね。はい。そして、さっきちょっと、売り漏れ。漏れてた。サンドダラーを。はい、オッケー。とりあえずこれで、虫取り網ぐらいは、もう、ゲットできるんじゃないですか。どうすかね。これ欲しいんすけど。それは網だもん。お値段は500ベルだもん。いかがだもん?買っちゃいます。毎度あり。確かに500ベル頂戴しました。だなも。あ、そうそう。今のお買い物と一緒にタネキポイントシステムズにポイント登録したからね。なんとうちで買い物するたび、お買い物ポイントが溜まっていくんだもん。ポイントが溜まると色の特典があるから頑張って貯めてね。ポイントマシンでも色々できるからアクセスしてみてほしいだもん。あと、アイナさん。網の使い方はわかる?よかったら使い方を説明するだろも。じゃあ一応。網を使うには持ち物なんで身につけておいて、虫を狙って A を押すか、ウィーリムコンを振るといいだろも。あ、振るっていう方法でもできるの。なるほど。そしたら網を振れるからね。捕まえた虫は牛でも買い取るから、石でも持ってきたらも。これでお金を稼げる方法が増えた。あり
ありがとうございました。またのご来店お待ちしてるだろうもん。あの、豆吉、粒吉たちが言ってた、ポイントっていうのは、今の狸ポイントシステムのことだよね。とりあえず、網を身につけておいて、良さげな虫はいねえか。良さげな虫はいねえか。さっき飛び寄ったさ、ミイロタテハとか結構いい値段なんじゃないの？違う？村の中で飛び寄る中ではいい方やと思うんやけど。いないか。もうさすがにいなくなってるか。そう。今、セミとかいっぱい止まっとるけんね、木に。こうやって私が、網をゲットして、行動を始めると、虫が減ってきたような。はっ。全然捕まえられねえ。なんかこっちの方にもさっき、あ、いたいたいた。はっ。やったー！ミンミンゼミを捕まえた。元気があってよろしい。元気があれば何でもできるというから。まあね、今の、セミ側の立場からすれば、元気があっても人間に捕まったんだけどね。まあこんな感じでどんどんと、虫を捕まえて、売りさばいていこうじゃないか。あ、ここにも降りるところがあるのか。なるほどね。なんかいろいろと地形が面白いよね。あ、こっちあれ？アデレードさんとかがおるところかな。そして、そ、あ、コガネムシを捕まえた。コガネムシだぞ。えへん。この、町に行こうよ、動物の森でも、あれなんかな。これ図鑑とかはあるんかな。ん？今なんかこの辺に、果物が落ちとった気がした。気のせいか。気のせいやね。めっちゃ気のせいやね。スコップが欲しいね。スコップで埴輪、そう、埴輪が掘り出せるようになったらだいぶお金が稼げるんじゃないの？あ、でも最初はあれか、寄贈とかが。よいしょ。この辺ね。あの、手軽にお金がゲットできるサンゴを。さあ、そして。あとは、あ、こっち家の方向か。この辺にツクツク帽子がいるらしい。鳴き声は聞こえるんだけれども、姿が見えねえ。あ、ミランダさんめっちゃ移動するね。さっきさ、たぬき商店の近くにおらんかった。これツクツク帽子やね。待って。はっ。あー、ちょっと横やった。くそ。振って捕まえるの楽しいけど、感覚がよくつかめんね。この辺か？はっ。よし。はい、ミンミンゼミ。あっちにおるのは何やろ。これあれじゃね？クマゼミじゃない？違うかな？お、しかも結構近づける。アブラゼミやった。アブラゼミを捕まえちゃった。お前たくさんいすぎ。マジで、でも今初めて捕まえてよ。アブラゼミ。そろそろ持ち物欄がいっぱいになってきついそうな気がしなくもない。待って、そこのカマキリや。はっ。カマキリを捕まえた。いいカマしてる。いいカマ。カマキリちょっとね、急に見つけたらびっくりするよね。あ、これアブラゼミやね。はっ。お、ちょっとコツを掴んできたんじゃなかろうか。なかろうか。でもって、今、私の持ち物欄は一体どんな感じですかね。あと一個。あと一個入る。ということは、あと一匹どこかしらに。村におるすべての虫を取り切ってもセミはまだ鳴きよんかな。夏やけん鳴き声だけは普通に聞こえるとかそういう感じ？この BGM に乗せて。蝶々も欲しいんやけどな。あ。油積み率高い。確かに油積み率高い。あ、待って、やっぱ寄贈とかあるんやっけ？やっぱ最初の一匹は寄贈に回すべき。んごご。はっ。は
申し訳ない。私、夜型のもので昼間はどうも眠たくて、愛の博物館へようこそいらっしゃいました。あ、私にご用意ですか？お手伝いできることがあれば何なりとおっしゃってください。あ、ほらほら、寄贈。化石も鑑定できるね。ほほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。この虫たちをね、私は寄贈していこうと思うのですよ。あー、一匹ずつか。はい、ミンミンゼミ。とりあえず一匹。ほほう、ミンミンゼミですね。いえ、このままで結構です。カゴのままで。虫苦手なんです。直接触りたくないんですよ。こいつはですね、その名の通り耳になっからミンミンゼミです。夏の風物詩としておなじみの鳴き声ですからね。私にとってもらできます。みーん、みーん、みーん、みーん。まあ、それをさておき、どうもありがとうございました。ちゃんと飼育いたしますので、その点はご安心ください。ところで他にも何かお持ちくださったのでしょうか。うん。てか、あれはね、結構こう、飛び盛りに比べたら語ってくれるんやね。ちゃんと知識を。はい、コガネムシ。ほほう、コガネムシですね。いえ、このままで結構です。カゴのもので。虫苦手なんです。直接触りたくないんですよ。コガネムシというのはですね、簡単に言えばカブトムシをずんぐりさせたやつです。ずんぐり。というか、カブトムシの方がコガネムシの仲間なのですが、人気によって立場が逆転しちゃったのですね。まあ、それをさておき、どうもありがとうございました。なるほど、そういう感じなんや。同じ仲間なんやね。初めて知った。はい、他にもあります。他は、アブラゼミか。はい。どうぞ。ほほう、アブラゼミですね。鳥なのになんで虫が苦手なの？そこの話も聞きたいわ、私。そもそもアブラゼミという名前の由来はですね、ジリジリという鳴き声が揚げ物をしている時の音に似ているからだそうです。ああ、そうなんや。確かに真夏に聞くと余計熱くなるような声で泣きますもんね。まあ、それはさておき。でもそういう知識が増えるのはちょっと楽しいかも。3DS 版になって、なんかなくなった機能みたいなのいっぱいあるんやね。なぜなくしたのだろうか。じゃあ最後、カマキリかな。はい。ほほう、カマキリですね。カマキリその辺におったらめちゃくちゃビビるんよね。すごい嫌なんよね。アイナさんはカマキリの卵って見たことありますか？図鑑でなら見たことある。小学生の時に気持ち悪かった。拳ぐらいの大きさで泡みたいな塊なんですけど、春になるとそこから何百匹もの小さいカマキリが出てくるんですよ。私、昔この卵を机の中で孵化させたことがありまして、うえ、地獄。それ以来虫が苦手になったのかもしれません。あ、それがきっかけ？マジで？それは確かにトラウマものだよね。絶対嫌な気がする。そんなのがあったら私も今以上に虫が嫌いな気がするよ。まあ、とりあえず寄贈できてよかった。それじゃあいろいろと寄贈できたところって残りのものは売りさばいてきますか。たぬき商店で。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ、ご自由にご覧になったらなも。はいはい、どんなご用だなも。売りたいの。何を売りたいんだも。とりあえず今回ゲットしたこの辺のね。あれ、貝とかもこんなに拾っとったっけ。はい。どうぞ。それなら全部まとめて1300ベルで買い取るんだもん。売っちゃいます。前代わり、他にも何か用があるんだもん。いや、いいです。そうなのね。ご用があったらまた声をかけてだもん。じゃあ今回はとりあえず、まあ、その辺で拾ったものでお金を稼いだのと、あとは、虫網をゲットして、虫を寄贈したり売ったり。ということだったので、次はちょっと魚の方に行きたいな。それは釣り竿だもん。お値段は500ベルだもん。いかがだもん。買っちゃいます。マイダーリー。確かに500ベル頂戴しましただなもん。あとはアイナさん。釣り竿の使い方はわかる？よかったら使い方を説明するだなもん。知ってるからいいよもう。
それならよかったらも。便利な道具だからきっと気に入るだらも。よし。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてるだらも。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次回はちょっとあれやね。釣り竿で釣りをしていきたいね。釣りをして、魚を売ったり、寄贈したり。ん？魚も寄贈できるよね。できるのかな？まあ、していきたいと思います。